はい、皆さんお久しぶりです。ボレオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。3ヶ月か4ヶ月かお休みしていましたが、またこれから動画を始めようと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではやっていきましょうか。今回はですね、私の今の状況を話していこうと思います。私は海外に住んでいまして、マレーシアのコタキナバルというところに住んでいます。で、現在第2のロックダウンということになってしまい、時間ができましたので、この動画をまたアップしていこうと思います。で、今回は久しぶりということで、まずは挨拶の動画をアップして、それからまたいろんなスイング技術に関して動画をどんどんアップしていこうと思います。で、その技術に関してなんですが、今流行っている、ショープツー、それとシャローイングスイングに関しても、ちょっと言いたいことがあるので、その動画をまずアップしていこうと思います。っていうのも、皆さんその今 YouTube で見られている動画では基本的にはメリットしか言っていないので、僕はその逆でデメリットの方をもっと言っていこうと思います。実際このショークスと、シャローインスイングっていうのはどちらかというとデメリットの方が多いと私は思っています。なぜならゴルフ場っていうのは基本的には平らな、平地ですね、平らな部分っていうのはほぼないに等しいからですね。もちろんこの今流行っているショークツー、シャローイングっていうのは、確かに理論上飛ばすために必要な動きではあるんですが、それはですね、平らなところで打つ分には全然問題ないわけですね。ただそれが傾斜で打つとなると、これが全然もうデメリットでしかないっていうことに関してどんどんこう説明していこうと思っています。それと、あと視聴者さんから、また何かこれについて説明してくださいっていうのがあれば、コメント欄に書いてください。できるだけその動画を作っていこうと思います。はい、では今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。